f v 四百三十三アボットはイギリス陸軍の百五ミリメートル自走榴弾砲である。アボットとは修道院長の意。第二次世界大戦後もイギリス陸軍は大戦中に開発されていたセクストンや m 七プリーストなどの自走砲を引き続き運用していたが、1 9五十年代には老朽化と性能の沈黙化が目立つようになったため、1 9五十年代末には 新型自走砲の開発が開始された。開発にあたっては、期間短縮とコスト削減のために1958年から開発が始まっていた FV430 シリーズと共通のシャーシに全周砲塔を搭載する形で設計された。1961年には、エンジンはロールスロイス製の B81、ガソリンエンジン搭載の試作車と計6 1 多燃料エンジンを搭載した試作車が、計1 2両完成し、試験の結果、計6 1多燃料エンジン搭載車が採用された。車体の配置は、車体全部の右側に操縦手、左側にエンジン室、車体後部を先頭区画とし、砲塔は右側に砲手、左側に社長と総填手が座る、第二次世界大戦後の主要自走法に共通する配置となっている。 FV433 は FV430 シリーズの一種類であり、シャーシが共通であるため、エンジンやトランスミッションをひとまとめにした、パワーパックも共通のものが使用可能である。このことは、整備技術習得時間の短縮や、部品の互換性に大きく有利な点になっている。全商灯は、他の FV430 シリーズとは違い、 車体前面の箱型の構造物に横列に4機を搭載しており、これは本社の外観的特徴の一つになっている。後期生産車両では全小灯を中央の2機のみとしているものが多い。車体と砲塔は圧縁鋼板を溶接した構造で折りたたみ式のスクリーンを展開することで自走法には珍しい浮き行政を有している。 主砲の L13A1105mm 榴弾砲は、ロイヤルオードナンス製、榴弾を用いた、際の最大射程は 17km に及び、105mm 榴弾砲では、最大級の射程を有する。弾薬は、分離式榴弾、粘着榴弾、発言弾を発射することが可能で、40発の弾薬は、射体後部に格納され、射体後面に、 弾薬補給用の大型扉がある。この他、副武装として、L4A4 7.62mm 機関銃を、砲塔上の社長用ハッチ横に搭載するほか、砲塔前面左右には3連の発煙弾発射機が装備されている。L4A4 は、後に L7A2 7.62mm 機関銃に交換されている。生産は1964年からビッカースで始まり、 1967年までに146両が生産された。1968年からはエンジンを改良し、浮上航行用スクリーンを廃止した改良型が20両生産され、総生産数は166両となっている。イギリス陸軍では1960年代以降、射程や打撃力の観点から 155mm 榴弾砲の要求が高まっていたが、 車体サイズの小さい FV433 の 105mm 砲を 155mm 砲に交換することは不可能であった。このことが FV433 の運用を制限することとなり、主力自走砲の座がアメリカ製の M109-155mm 自走榴弾砲に変わっても並行して運用された後、1995年に、 両車とも新型の AS-90 に更新されて退役したアボット公平車両エンジンを K60 マーク 60G1 ディーゼルエンジンに換装し不要スクリーンを廃止車体に各種公平機材を装備した走行公平車両1968年に20両が製造されうち4両がインド陸軍に供与されたスーパー8、スーパー8 アメリカ軍の車両として、ラストシーン近くに登場。エボリューション出動した米軍の車両のうちの一両として、登場。クローバーフィールド、破壊者モンスターを攻撃する米軍の車両として、M1 エブラムスなどと共に登場。手法で直接射撃を行っており、作中のセリフやメイキング映像中のスタッフも、戦車と呼んでいるところから、作品内では自走砲ではなく戦車扱いの模様。 地球が静止する非出動した米軍の車両のうちの一両として登場。同一シーンに複数台が登場するが、これは CG 処理によるものである。ミスト終盤、アメリカ陸軍所属車両が登場。上記の作品に登場しているのはいずれも同じ車両であり、軍の払い下げ品が民間で所有されている車両である。現役時とは異なり、報道上の基準は、 M22.7mm 重機関銃に変更されている。なお、実際に、米軍で FV433 が装備されたことはない。スペースド、第1容疑者、第6シーズン、姿なき犯人に登場。ありがとうございます。